マイケル・オースティン・ライリーは、アメリカ合衆国、テネシー州メンフィス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のアトランタブレーブス所属。愛称は、オチヨ。デソト中央高校に通っている際には、遊撃手と投手でプレーをしていた。2015年の MLB ドラフト一巡目、戦力均衡ラウンドへで、アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、 参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブスで、プロデビュー。ダンビルブレーブスでもプレーした。2019年5月15日、エンダーインシアーテの負傷に伴いメジャー昇格し、セントルイスカージナルス戦でデビューを果たした。デビュー戦では2打席目に、マイケル・ワカから本塁打を打った。5月29日のワシントン・ナショナルズ戦では14から4で大敗を喫したが、 自身初の満塁本塁打を放ち、14試合で7、本塁打を打ち打点を20とした。14試合で7本塁打を打ったのは、歴代でトレバーストーリーに次ぎ、2番目の速さだった。6月1日に本塁打を打ち、16試合で8本塁打を打ったこととなり、この異業を成し遂げたのは、メジャーリーグ史上で4人目となった。ブレイブスにおいては、 最速で達成した選手となった。5月には15試合しか出場しなかったにもかかわらず、2019年5月のルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。8月8日に、8月5日に右膝の粘座をしたことを受けて故障者リストに入った。後に運動中に横側副人体の部分断裂をしていたことが明らかになった。8月22日にリハビリのために、 ロームブレイブスに配属され、9月1日まで、グーイネットストライパーズでリハビリをしていた。ありがとうございます。